チロ、ガチで北海道で買ってきましたから。불매운동。最近韓国で日本製品不買運動が流行っていることをご存知ですか？ご存知ないです。最近反日運動が韓国で本当に多くて、文さんと私は理解できないですけど。これは。ですので私逆に購買運動をしています。浅い購買運動。さっき。지금이라도일본이대화와협력의길로놓은다면우리는기꺼이손을잡을것입니다日本は喜んで手を差し出す日は来るのだろうか。ボールは韓国側にある。今夜のスタジオは明治大学文学部教授斉藤隆さん、著述家井山玲子さんです。よろしくお願いします。文大統領退陣4期のデモが始まりまして、反日デモの熱量が下がっているということのようですが、さらに新しい動きもあるようです。親日であることを表明すると社会的制裁を受けるといったような風潮がある韓国国内で、こういった本が出ているそうです。反日종족主義、저책알아요。反日종족主義、저거요새계속1위래요。유명하죠。저거는이번에한국가면은한국では1万部売れればベストセラー。저베스트셀러지。斉藤隆先生の本も韓国ではベストセラーになっていますが、8万部1ヶ月ってのはすごいですね。反日に対する反対する本ですからね、相当風向きもちょっと変わってきてるなっていう印象ですね。反日民族主義、저책을읽어보려고。いわゆる徴用工問題についても、日本での就職の機会や高収入のために自発的に日本へ渡った人がはるかに多い。当時、朝鮮人青年にとって日本はロマン、日本に密航する者もいたくらいだ。慰安婦のことについても、戦前からもともとあった交渉という職業であり、賃金も高く、性奴隷ではなかった。慰安婦は日本の敗戦後もなくならず、かえって繁盛し、1960年代まで存続したという、日本の政治家でもマスコミでもなかなか面と向かって、ここまでストレートに言える人は少ないのではないかというような、こういう本が売れているということのようです。1ヶ月で8万部ですよね、はい、なので、まあ、これをちょっとそれに対して反対する人も買ってるんだと思うんですけど、ね、それだけやっぱり、すごく今、物議かもしれないと思いますが、ただね、民間レベルでいうと、本当にお互い の、文化に関しての、愛情というか、はい、向こうはアニメとかね、こちらのアニメだったりとか、こちらは向こうの大統領もちょっと出口を探してるっていう感じですよね。文在寅。また日本も反感を、まあ、記事にすると週刊誌が売れるみたいな、そういうような一部の話もあり、あと徴用工問題ってのが一番大きいかなと思う。わかんないです。浮気されて、浮気されたっていう。